どうもおはようからこんばんは、とのてござる。トールズフロントライン続きをやっていきましょう。で、現在1月5日に撮っておりますが、今大型建造のでかつ星4、星5のショットガンの確率が上がっているということで、まあ、私もこの資源を見てもらったらわかると思いますが、年末までは6万ちょいまで貯めたんですけれども、それをねもう消費しまくって、まあ結果どうなったかというとね、今ね第10部隊まであるんですけれども、ショットガンね、まあ、今私の倉庫かな、倉庫っていうとなんかかわいそうな言い方になるから、なんか書いてほしい気はするんだが、ショットガンで言うとね、ちょいちょい入った星4のこれかな、 M1014 かな、あとは M の590、 これはね入ったんですけれども、肝心のKSG かな、あれが出なくて、まあ結果爆死になるのかな。今ね頑張って回してやっているんですけれども、星3とか星4のね関係ない子が結構出ましてね。で、私の爆死の一つの理由が、1日かな、正月に大型建造をガンガン回すっていう愚かなことをやってしまって、ちゃんとスケジュール見ればよかったなって今にして思うんですけれども、これをね、まあ、やってしまって資源を一回もうもろに失って、で、まあこの土曜日になってまた大型やって、結果いいショットガン、まあ出たっちゃ出たが、言うて今ショットガンってエルフェルト以外使っていないので、今 KSG 出てもなっていう、確かにねオリアンのはちょっと悔しいところもあるんだが、まあ我が軍団はショットガンは必要とはしていないという強がりを見せてはいるんだが、で、正月もスキンありますよね。結局ね、前のクリスマスと一緒で、肝心のライブ 2D がある64式 G だけ出なくてそれ以外は出たんですが、ただカルカノの妹はもともと私は引いていなかったんで、一応スキンは取れても人形がいないので与えることができないということになっております。まあでも RFP とかは取ったんでいいですね。これのね、損傷、重傷の時の絵がエロすぎて、すごいいいなって思っているんですけれども。あとはね、この辺は、まあ、ちょいちょい装備強化で戦闘力は上げてはいるんですけれども、第2とかももう第1にほぼ迫っているんですよね。で、第3ももうレベルはカンスト状態。で、第4の方も、まあ、戦闘力、作戦能力は2万6000。416とかほんと強かったもんな。声優のね野中愛さんがどうやら先日第1子を出産したらしいんですよね。416がどうやら子供を産んだらしいので、まあお祝い申し上げますとともに、まああとはお金を払って百式ちゃんを取ったかな。可愛いですよね。勝利後の動きがねかなりね俊敏なんでそこら辺はねちょっと、まあ、やっている方は、まあ、多分分かるとは思いますが、こっちも2万5000かな。こっちはまだまだレベルを上げている途中で、まだスプリングフィールドでファマスでグロックで、この3人がまだレベルはカンストしておりません。で、第6の方もようやくみんな5リンクにはなったかな。で、5-7を加えて、で、2万2000か。最終的には2万3000ぐらいはいきそうだな。まあ、装備強化もちゃんとやってあげないといけないし。で、第7の色物部隊も、あれからネゲグが4リンクにはなったかな。まあ、こっちはまだまだ全員4リンクの状態なんで、こっちはまだまだ強くはなるか。エルフェルトもどんどん防御力を上げてくれれば、どうだろう、上級の訓練かな、あれでもねスナイパーの攻撃だったらダメージカット3か4まではいけるんですよね。まあ第8、第9はいいとして、第9もまあ後々のことを考えたら、まあ、また育成部隊にするみたいな感じにはしますが、この FMG の9が回避が SS なんですよね。
でさらにはスキルで3秒間自身の回避を上昇、まだスキルレベルは上げてはいないんですけれども、これ最終的には 90% ぐらい上昇するんじゃないのかな。開幕6秒で3秒間、チャージターンは10秒。まあこういう面々にはしておりますが、結果ね、その正月かな、まあそこら辺でちょっとライブ 2D がまた取れなかったっていうのは残念だか、多分ねわーちゃんがね妨害していると思う。私もねこのトップ画面かな、わーちゃん自体はね変えるつもりは一切ないんで、結果ライブ 2D のスキンを取ったとしても普通の戦闘でしか見れないんですよね。寒くないかな、肩思いっきり出しているし、まあふーんとか言うし顔ついているとふーんって言ったり、顔が赤いって言ったり、お化けついたらハロウィンのセリフになったりはするんですけれども、あとは正月とテーゼ、まあ、このライフルは非常に欲しいんで、いわゆる第10部隊の育成部隊カルカノとかも加えているんで、こっちはちょっと SMG1 のハンドガン真ん中に置いて後ろにライフル3人置くという、まあたちまち使うことはない編成ですけども、後々考えればちょっとこういう編成もあった方がいいかなって思ってちょっと加えてみたいんですよね。すごい可愛いしで今1180ポイント、まだまだ第一段階で、残りはログインだけかな、ログイン以外はもう完了して、で前回のテーゼかな、ステンのスキンのやつか、あれはもう完走していたんで、今回もちょっと完走を目指してはいきたいか、あと第2、第3段階でどういったものが出るか。じゃあ今回はちょうど土曜日なんでこちらなんですよね。で AP が3溜まっているんで上級訓練やっていきましょう。まあ戦闘は全部で10回あるんですけども、もうね第1から第4まではもう使わなくていいんで、基本ねこの辺の第6とかで第7と第5、これでもうクリアはできる。ご主人様のために参ります。実際育っているのはこの舞台ですからね。じゃあ今回はプランモードにしないで普通にやっていきましょう。ゴミは早く座ってほしいんですけれどもね。この距離完璧、言い訳は通用しないわ。さようなら。もっともっと。メイドさん2人かな、火力上昇を持っているんで、そこと57の射速上昇を加えて、通常の打ち合いでの火力っていうのかな、まあダメージを期待するみたいな感じをやりながら、こうダメージコントロールもやるっていう感じにはなっています。で Z62 が焼夷手榴弾持っているんで、そこである程度ダメージを与えて、でその後UMP9 が先行手榴弾を投げてピオらせる、でその間に火力を集中させるっていう感じにしているんですよね。私にしては珍しくライフルもマシンガンもいない部隊にはなっておりますが、メイドを甘く見ないでくれる？私を見てください。私の任務を邪魔しないで。終わるわ。先行手榴弾とかもどんどんいろいろスキルレベル上げていかないといけないんですけどもね、私としてはね模擬作戦の方かな、あっちはねこう資料収集の方がメインなんですよね。完全強化とかあれ今ね結構溜まっているんでいらないんですよね。ただもう資源がいっぱいいっぱいで、もう6万ちょいまでせっかく貯めたのに、まあもちろんもっと私よりも上の人は10万20万はまあ貯めている方はいるかもしれませんが、あれどうやっているんだろう。多分プレイひたすら資源を回すだけで、まあ2週間ぐらいあんまりプレイしていなくてひたすら資源収集に当たっているみたいな感じでしょうね。私はね基本デイリーはほぼほぼ達成させていくんで、まあそういうのをやっているとちょっと資源も消費しがちになりますかね。製造の方も今は AR レシピを回しています。指揮官、私なら彼女たちを超えられるでしょう。サルトのね
95式かな、あれがちょっと欲しくて、97式はまあいるんですけれども、肝心のお姉ちゃんがいないというね。来い、私は負けませんから。SDAR も専用装備が欲しくて野戦回したいんだが、回すとね資源800ぐらい消費するんで今はやりたくないんですよね。後方支援の確率アップとかもありますし、ああいうので大成功の確率アップがありますんで、そこら辺でちょっとね狙っていきたいなとは思うんですよ。そこで一気に資源を貯めて、で製造よりかは自立戦闘で野戦を回して SDAR の専用装備を取る。次はもっとサボろう。じゃあどんどん行きましょう。スプリングフィールド。敵軍に遭遇、戦闘準備してください。そういえばこのマシンガンの子って、まあ声優さん南條佳乃さんですけれども、そういえばラブライブのエリチの声なんですね。でそれを言うとこのハンドガンのグロックかなの声優さんって、まあラブライブのニコニーの声なんですよね。全然イメージ湧かないなただねハンドガンの92式かな、あの人は園田海ちゃんの声を当てている方なんで、そっちはね聞いていると、ああ確かにって思うんですけれどもね。意外といろんな声優さんいますからね。敵軍に遭遇、戦闘準備してください。意外に簡単だな。役式ちゃんが可愛いな、こうやって動き回るのが。回避も100近くまでは上げているんで、いくら回避が B といえどもまあそこそこはまあ持ちこたえてくれるんですよね。シールドを貼って、でさらにグロックのスキルが火力低下なんで、ちょっとはシールドを持つようになるでしょうただ肝心なのはチェーンブラストもしかりですが、スキルが発動するまでの時間がちょっと長すぎるというのが問題になっているんですよね。繰り返し言うように、あと2秒早ければ全然違うとは私は思います。レベル100も百式ちゃんまあ何人かはいるんだが、それでもトータル経験値はまあ24万で割っていって、でさらにレベル100の方で、今で施設の方はレベル8まで上げているかな、それで 80% はトータルの方に行くんで、それで5万8000か。まあでも明日のことを考えたら、今回のこの模擬作戦かな、まあここまでにしておいて、でバッテリーもね貯めていかないといけないし、あわーちゃんがいる。あいじることはできないんだ。うそ、あわーちゃん、あわーちゃん触れてよかったまああまりいじめるのも良くないからな。じゃあもう3バッテリー消費。基本全部レベル8かな、そこまででも十分かなって思うんで、ちょっとバッテリーもため気味でいきたいんですよね。で宿舎の方も大銃まで解放させて、大銃は結構ごちゃごちゃにしているかな正月とね、あの和室っていうのかな、他の宿舎の方で正月の方でボーナスかな、まあ獲得はしているんですけれども、第一はいからずな、てかちゃんとハート取らないと、あと東電もしないとな。みんなねちゃんと東電したらちゃんといいね押しましょうね。ただこのスキンの方もあと1個だな、あと1個で全部埋まるから、埋まってしまったら何かこういらないのを外して新たなスキンで壁を埋めていくみたいなことをしていきましょうかね。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょう。次はこのテーゼで取れたまあライフルかな、まあその子のご紹介ができるとは思いますが、まあその時にはちょっと大銃部隊を使っていくかもしれません。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。あふーんとか言われた